BDM 吉本スリム BDM お願いします。こんにちは。今日はですね、はい、アイランドクルーズさんの方に来ておりまして、ありがとうございます。ちょっとテーマがあるよね、ナダル。そうですね、うん、今日はナダルヌラを使ってサワラを釣っていきたいと思うんで当たり前みたいに言ってるけどナダルドラって何ナダルドラ、ナダルドラ、分かんないですか。いやいや、もうちょっと分かんないです、ね、いや、ナダルドラっていうのは僕が作ったナダルとルドラをかけたナダルドラですよ、うん、それでは早速ね、ナダルドラで釣っていきたいと思います。お願いします。早いって、当たり前みたいに言ってちょっと俺もさっき見たんですよだってね、はい、ルドラっすよ。もう言うたら僕バス釣りもしますしシーバスもしますけど、もうルドラって言ったら超みんな使うやん、はい、お前それとコラボさせてルドラ作らせてもうてんねん、はい、ちょっと僕もちょっと正直なこと言ってますか、めっちゃ嬉しいんですけどカッコつけちゃいました。まあその OSP さんに協力してもらいまして、はいはい、ルドラを作らせてもらったんですけども、うんうん、ちょっとこのルドラにさらにちょっと協力していただいた、はい、アイランドクルーズの今日の運転手の船長の、はい、ちょっと遠藤様と聞いて、遠藤さんお願いします。お願いします。お世話になります。お願いします。遠藤さんはルドラの開発にもちょっと携わっていただいたんですよね。ルドラ織りからをやらせていただいて、はいはいはい、元々はバス用ルアーとして出たものだったんですけど、うん、そうですよね、まあはい、きっかけがあってシーバスに使ったらめちゃめちゃ釣れるっていう、うん、だからそれを発見してシーバス用のルドラのパッケージとかのやつでやられた遠藤さんなんですよ。そうなんです。すごいよ。すごい方なんですね。いえいえ、そう、元のルアーが釣れる素質があったんです。まあそうですね、はい、もうやめるよ。じゃあこれがですね、はい、今回作ったナダルドラです。ありがとうございます、はい、非常に細かい、ナダルさんの目が入ってる、はい、僕の顔が横向いてこうやって鱗になってる。これを鱗にしてるという、はい、鱗に見立ててるんですね。そうなんです。頭をこうやって横に並べてね、はい、でこのエラのところにちょっと透過してるこう写真でこのポーズの、僕が行っちゃってる、行っちゃってるの、指が入ってるんや。指が入ってる、すげえすげえ入っちゃってる。そして、ここですね。これが今までのルドラにはない格言が。なんだこれはなんて。投げちゃって巻いちゃって釣っちゃってる。めっちゃ嬉しかったですよ、このナダルドラって、うん。背中のロゴも本当のルドラ。書いた人がこれ用にまた書いてもらったんで。ナダルドラっていう文字に入れてくれたんや。はい、さらにこのパッケージの方もね出してもうたんですけど。はい。これ。こちらはこちらになります。オリジナル、これね、海版のルドラの時のパッケージですよね、はい、シンキングですね、はいはい、シンキングモデル。でこれシールもちゃんとナダル用にしてもらってすごいっすね。ほんまに、はい、限定ですからね、はい、超限定です、はい、そんな感じでぜひこれで、うん、はい、皆さんも釣っていただきたい、ね、ぜひぜひお願いします、はい、じゃあ今日はこれで、爆釣を目指してやっていきたいと思います。じゃあ遠藤さん、はい、ここでポーズで、ポーズだけはって投げてリールで、免れたいっていう合わせポーズがあるんで、はい、ご一緒にやっていただいて、はい、お願いします、はい、それではいきたいと思います。ポーズだけは免れたい、はい、おポーズだけは免れたい浸透したんかな一応こうバーって食いついてるんで、まあ、ちっちゃいのはそのまま食っちゃうし、少し大きいのは半分だけ食ったり切ったりする。で切ったやつはまた戻ってくるんですよ。だから行かれたって言ったところにパッて投げて、その切った半分と入れ替えちゃうんですよ。だから跳ねたらできるだけそこに近いところに投げるようにしてください。了解です。はい、であとはこうね、跳ねない時ももちろん多いので、そういう時はグラインドでこう、ね、物が見えてないけどいろんな方向へ投げて。了解です。で基本は少し早巻きな感じ。分かります。早巻きでこうアクションを入れてたりですとか、早巻きでストップ、いろいろやってみる。はい、そういう感じでやってたらいいです。はい、でドラグはちょっと弱めにしといた方がいいです。取った瞬間バーンって走ることもあるので、後から締めても全然間に合います。了解です。はい、そんな感じでやっていきましょう。ありがとうございます、はい、お願いします。お願いします。じゃあナダルドラ1投目いきます。行こう、ナダルドラ1投目。ナダルが行け、行った、飛ぶね。行きます。やっぱ重い、シンキングなんで。あ、そうか、シンキングやから。すげえ目の前で跳ねた。でかいな。でかい。
気でな。おお、待て待て待て、ヘルが。ナダルドラ来た。ナダルドラ。え？巻いて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 。巻けろ上げろ上げろ。来た来た。来た。なにこれ。なにこれ。なんか。なんか。夏つってるやん。お前。サワラがボイルしたとこ投げ込んで夏つってるやん。どういうこと。全然ちゃうやつ釣ってる。すごい。消えた。遠藤さん、でもこれはルアーに反応して。ルアーに食ってきたんですよ。ルアーに食ってきてんねや。すごいやん、ナダル。すごい。このナダルドラの記念すべき一匹目。一匹目。シャーン。あ、ちょっと待って、食った。なんだ。なんだなんだなんだ。よしよし、来た来た来た。もうでかい。違う違うのよ。ノブさんもええ加減しますわ、ほんま。きた違う違う、こういうことじゃない。ちょっとほんまに触れ狙いに行こう。そうですよ。ちょっとでも僕の記念すべき一匹目です。午前中も昨日も一昨日も釣れてないですから。マジですか。おい、ナダル何してんねん。ナダル、どうしたん？めっちゃ絡んでる。あ、食った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 。あれ、抜けてないよな。こっち向かってきてんじゃないですか。あ、行ってる。来た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 。ナダさん、タモ行ったお前。ちょっと待って、こんな引くの。ちょっと待って、こんな引くのですか。引いてる引いてる、すげえ。なにこれ。頑張れ。やばいやばい。負けるとき巻いた方がいいか。開いてるときは耐えてるけど、見てくれます。ドラグ大丈夫かな。出てはいるんですけど、いい感じで出るんで、また全然 FH がこんなに。はい、大丈夫、出てくる。ちょっと待って、めっちゃでかいんちゃいます。ちょっと遠いな、サオこんなに行く。すげえすげえ、折れちゃうって。サオ出てこい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 。あれ、あ、こっち来たんか。びっくりした、抜けたかと思った。頑張れ頑張れ。チリチリ、すごいすごい、こんな引くの。頼むぞ、上がってくれよ。そこまで引いてバラしたくないぞ。40アップあるんちゃうか。40は絶対ある。バスでいうどれくらいの引くか。これね、80です。80 バスで言う80ですか。世の中におらんぐらい。すごいよ。よし、寄ってきた寄ってきた。うわうわ、もうリーダーまで来た。あんま巻きすぎの方がいいですか。いや、大丈夫。でかいぞ。よー、頼む、バレるなよ。さっきの草吹くと全然違う。もう水中ででかい。でかい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 。でかいでかい。頑張れ、おさん。オッケーオッケー。ちょっとね。はい。なんか水面に顔出しちゃうぐらい。出てきた出てきた。すげえ。観念しろ。はい。すげえすげえ。よっしゃ来たぞ。よっしゃー、今よっしゃー、でかい。でかい、でかい、でかい。しゃーしゃー、これがナダルドラじゃー。いっちゃってるいっちゃってる、やっちゃって釣れちゃってる、びっくりしちゃって、いっちゃって。ちょっとマジ嬉しい。すごい、天下。いや、すげー。
か。言った瞬間に。競争やった。負け負け負け。かっこいいな今の。やっぱマックスピードが合ってたね。ハイバキ？はい。あ、サボライ。持ち帰って持ち帰って。これだろ。でかい！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 これ！これほら！でかいよほら！ちょっと。めっちゃでかい！でかい！俺やんねん俺。前もや。前も芝生でかいっつったし俺これやんねんこれやってまうねんなマジででかいでかいでかいマジで暴れるすごい恐竜みたいすげえティラノサウルスみたいな恐竜みたいなえぐかったもんな今よっしゃよっしゃよっしゃナダルドラえぐいそのセリフ何投げちゃって巻いちゃって釣っちゃってるすげえいやすごいマジでおぉおぉおぉ球場馬球場馬すげえでかいね93 94いい感じじゃあちょっとここ場所を変えまして、はい、ここは鳥が結構いるんではい多分ニナダワラサ系がいるんじゃないかなと思うのでちょっとこっちやってみましょう。で、またどっかでババって盛り上がるようになれば、バッて急行します。了解しました。はい、どうぞ。どこ行った？ナダル
ッチです。船長お願いします。すごいから一発で仕留めた。決めろ、女なら決めろ。あ、魚の方向いた方がいい。魚の方向いた方がいいって。ラスト10分持ってるね。持ってますね、やっぱり。さすが開発者やな。はい、投げちゃって巻いちゃって釣っちゃってる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、釣れましたね。いや、ありがとうございます、ね、遠藤さん的に今日釣果で言うとどうでした？今日はまあちょっとこう曇り空だったんで、はい、まあ、ちょっとこうフラッシングが強い方がいいのかななんて思ってたんですけど、うんうん、まあ、見事にバッチリでした、ね、バッチリでしたよ、ね、バッチリでした。当たりもあったし。あったよね。だって最初脱から始まったのめっちゃ怖いやったんですよなんでそんなん釣るの？なんか、サワラ見えてたんでね。そう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 。で、サワラ釣って、サワラ釣って、稲田2匹釣って、稲田4回バラして、ラスト、サワラ。サゴシーですかね。ありがとうございます。じゃあ、ソルトルアーのね、だいぶ精通してる遠藤さん的にナダルドラ、いかがですか？よっしゃ！ほんまに嬉しいやろ。いや嬉しいです。ほんまにもう今日釣れへんかった。ほんまにナダルドラって何やねんってこんなやってもらったのにってね。なんで出してんの、ね、そうそうそう。で、ナダルドラはですね、はい、光 TV ショッピングの方で発売中ですので、よかったら見ていただけたらと思います。いやちょっとマジですぐ売り切れちゃう可能性もありますからね。確かに今はもうすでに売り切れてる可能性はあるもんね。ないっすもんね、このカラーが。ないっすね、はい、確かに。いや、 やっぱりちょっとこの透過するね、クリアボディにちょっと柄が入ってそれが鱗みたいに変えてる、うん、結構珍しいっていう、うん、
珍しい。他のルアーでもこういう感じあんまないので。なるほど。おめっちゃいい。鱗を顔にしたっていうルアーは多分ないんじゃないですか、今まで過去に。いや、それはないっすよね。まあ、する必要がないんだよ。正直。そうそうね。あれ、稲田の時もさ、もう投げてさ、ルアーだけ浮いててさ、ピンクの。そのピンクに向かって黄色の群れが寄ってきてさ、いやいや、意味分からんことがあったですね、本当に。稲田のとこだけカットできた。まあでも素晴らしい釣果だったと思います。はい、皆さんもよかったらナダルドラを使って釣りを楽しんでください。お願いします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に決めポーズの方、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、いきますよ。ポーズだけは丸がれたい。よいしょよいしょ、丸がれた。